みんな大丈夫？メイ、メイ、大丈夫？メイ、なんか言ってよ。メイ。うす。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。私はここにいるからね。やつはもういないから。ちくしょう、どうやったらここから出れんだろう。し、ちょっと落ち着いて。どこかから空気が流れてきてるんだよね。だから最低でも窒息死はないよ。まあちょっとだけ安心だね。なんでわかんの？ボーイスカウトだったんだ。ボーイスカウトだよ。なあ、アンガス。ん？愛してるよ。あ、いつものメイに戻っちゃった。大丈夫か？殺されかけて、だいぶマシになった。っていうか、また殺されかけて。おかしいよね。5分。2日間で3回ぐらい殺されかけてんの。3回とも死ななくてよかったじゃん。空気はこっちから入ってきてるみたいだよ。オーケー。私はもう大丈夫。本当に？うん。もう歩けそう。封鎖されてるね。どう見ても大昔から。通り抜けれる？やってみよう。もう出ようよ。あ、はい。え、どうすればいいんだ？どこかを触る。あ、みんなの手が。あー、外れた。うん、確かに綺麗な空気だ。くんくん。あと水も近くにあるみたい。すげえなあ、アンガス。水の匂いってわかんの？川じゃなければいいんだけどね。洞窟の川ってすごく危険なんだ。坑道の川な。ここ坑道だから。うんうん、行こう。さあ、あ、ほんまや、水。ふむ、そこが見える。15センチの水じゃ溺れないと思うよ。うんうん、大丈夫なんかな、これ水。え、入んの？な、色変わった、色変わった。え、え、ちょっとみんな来てほしいんやけど。え、え、行く、行く。とりあえず行きます。あんたが一体何なのか分かっちゃったよ。前も心の中のどっかでは分かってたと思う。でもさ、あのさ、何年も前にあの子を入院させちゃった後、怒りをコントロールできないのが問題だって言われてた。でもそれは違う。違うことのせいでずっと怒ってたんだよ。私が失ったもののせいで。あれから常に怒りを抑えようと頑張ってるとさ、疲れちゃって無防備になってたんだよ。そのせいでだんだんいろんなものを失ってさ、それは良くなったなんて言えねえよ。
私ちゃんと怒りたいんだよ。大学を辞めて実家に逃げてきた時、バスの中で夢を見ちゃった。それか窓の外に見たのかも。最後の葉っぱが風に吹き飛ばされちゃうとこ、私本当に怖いんだよ。いつもそう。その恐怖が痛いんだよ。何もかもが終わっちゃってるって感覚。私がここに来るずっと前からもう終わっちゃってたって。ずっと隠れようとしてたっていうか、この何かから必死に逃げようとしてた。でも、分かっちゃったんだよ。これはもう止まんない。私が死ぬまでは。だけど、死んじゃうときはさ、ちゃんと苦しみたいんだよ。友達がみんないなくなって、私が手放さなきゃいけなくなって、この街が破壊されて、地図からも消されちゃうときにさ、苦しみたいんだよ。ありえないほど苦しみたい。私、負けたい。ボッコボコにされたい。ぶっ飛ばされちゃう瞬間まで、全部が終わる瞬間まで、離さず必死に掴んどきたい。そんでさ、そうなっちゃうまではね、希望を抱きたいんだよ。そんで苦しみも思いっきり感じたい。そう感じることができれば、すべてに意味があったと思えるから、一応、あたしの存在に意味があったってことだから。ははは。自分は何かになれたって思えたら、最高だろうね。左になんか出てきた。それって全然通じないのって分かってるよね。近づいてきてる。うるせえよ。最終的に救われなくたっていいんだよ。私は永遠の救いなんか求めてないんだから。ただ、どうしても今だけ救ってもらいたい。だから私を殺すんだったら、早くやれよ。そうじゃないんだったら。メイ、大丈夫か？おお。なんか一瞬わけわかんなくなってたよ。僕がおんぶしてあげようか？いや、多分大丈夫。私はただ、本当に疲れ切ってる。ちょっと休憩しちゃっていいよ。ここなら安全だしさ。うん。あ、光が見えてるよ。今の匂い、わかった？アンガスなら絶対わかったはず。ん？え？なんか水のとこもキリだるけど、とりあえずついていく。登れるのかな？ここから。何これ？
通気口じゃないかな。作業者が窒息しないように設置したんだろうね。相当古いみたい。パンフレットパンフレットで勉強したんやね。おーい、下にいるよ。お願いだから理由は聞くなよ。運が良ければ夜中に森の中散歩してる人がいるかも。私、こっから出られるかも。いや、僕が。行けそう？うん。めいちゃん、さっきのなんか、こう、溺れた感じになりながら、喋った後、普通に歩けるようになったね。目も、いつも通り開いてるし。うん。わかんないけど、なんか超テンション高くなってる。イルカ、みたいな。イルカみたいにテンション高いって？違う違う。ほら、例えばさ、うわぁ、死んじゃうとこだったってなるとさ、体中に、イルカっていうか、ドルフィンが流れちゃうじゃん。エンドルフィンのこと？あの、メイが本気で心配なんだけど、エンドルフィンのことだね。ああ、はいはい。そうそう、それ、ありがとう。とにかくさ、イルカに乗ってこっから出ようぜ。っていうか、無理かもしんないけど、僕らが見守ってるからね。うん。登っていくのか？BGM が復活してきた。え、しかも超なんか、あの、いい感じの BGM なんだけど、高揚感ある、あふれる。そして光も明るくなってくる。あとちょっと。出た。あっけ、ここね。うんうん。やめい、あ、ジャムや。ジャム？あ、ジャムだって森の外れに住んでるって言ってたもんね。うん。こんなとこで何してんの？すぐそこに住んでるんだよ。グレッグが叫んでんの聞こえちゃってさ、みんなここから出られなくなっちゃってた。え、うちの裏の井戸にいたの？かなり大変な夜だったんだよ。らしいね。ロープかなんかないかな？うん、あるよ。持ってきてもらっていいかな？あ、言ってくれた。おーい、メイ。うん。もしかしたら、ジャームだったの？うん、ロープ持ってきてくれるって。なんでこんなとこにいるの？ここに住んでんだよ。こんな森の中で？体中が痛い。超遠かったじゃん。ジュースも持ってきたよ。ジャムって最高じゃん。糖分とカフェインが必要だからね。でさ、とにかく井戸から離れとかない？離れよう離れよう。ジャム、井戸をこう封印とかしてもらえないかな。さあ、ダイナマイトならあるよ。
はあ？っていうか手に入るよ。その爆発って結構でかい？まあ小さくはないね。よし、それで行こう。ありがとだ、ジャーム。うん、ありがとね、ジャーム。うん、じゃあまたね。相当変わってるよね。俺らの命の恩人じゃん。ジャームはいいよ。本当いいやつだよ。今思ったんだけど、私たちが全員殺しちゃったんだよね。え、どうやって？だってさ、エレベーターは壊れちゃってるし、崩落起こしちゃったし。あれは正当防衛だよ。そうかもしれないけどさ、12人ぐらい殺したってのも事実なんだよ。いやいや、みんな生きてんだよ、あの下で。ま、マジで。うん。うわぁ。俺らには罪もクソもねえよ。だって向こうが襲ってきたじゃん。あの中の一人が襲ってきたってことね。ってことは、私たちが今心配してんのは、モラル的にはグレーだよ、グレー。人殺しなんかじゃないし、他に選択肢があれば絶対やんなかったし。僕ならやったよ。何なの？奴らだって人殺しだよ。僕らにも人を殺させようとしてたし、あんな奴らなんか死んだらいいんだよ。地獄なんか信じてないけど、地獄に落ちろって思ってるんだよ。アンガスすげえ。まあ個人的な意見なんだけどね。路面電車の話みたいじゃん。トロッコの話か？トロッコ問題かな。路面電車の話って何？とりあえず歩こう。その間に説明するから。お、家帰ってきた。さあ、めいちゃんのメールチェック。よう、みんな、いるかな？誰か？とりあえず勝手に打っとくね。さっき起きたことはよくわかんないし、今の心情をうまく話せないけど、ここならちょっとうまく話せるのかなって。で、今はとにかくマジで誰かに話さなきゃいけない。みんな遊びに行っていなくても、こんなこと誰も望んでなかったんだよ。そして私たちが特別だからって起きたわけでもない。いくら一生懸命頑張ったって、宇宙は難易度を下げてくれない。そしてここまで罰当たるようなことはしてないと思う。その全ては生まれるずっと前から始まっちゃったことなんだから。すげえ勢いで流れる川にポンって落とされちゃって、何でもいいから必死に捕まえようとしてるような。みんながいてくれたから今夜救われたのはそのおかげだったよ。それに私を助けるためにあいつを殺してくれたこともね。すげえ感謝してるから覚えといてね。わら。今起きたことを一生理解できないかも。もう終わってればいいんだけど。とにかく今はただ
みんなをぎゅっと抱きしめたい。それしか考えられない。みんなのことを愛してるからだけじゃなくて、一緒にいてほしいから、みんなを手放したくないから、もう誰にも傷つけられないように、みんなで一緒になってぎゅっと抱き合って。ごめん、また脱線しちゃった。ねえジャム、メッセンジャーなんか使ってないの分かってるんだけど、とにかく適当に打っとくわ。B、あなたは本当にすごいと思う。辛い経験ばっかで、本当かわいそう。B が悩まされてる問題は、よく分かってないけど、できるもんだったらさ、全部解決してあげたい気持ちでいっぱいだよ。そんで、必要な道具は、全部 B の店で買うから。まあ買うってか、借りるかもしれないけど、もっといい友達だったら買うんだけど、私はこんなもんなんで。B と友達で、ほんと幸せなんだよ。こんなもんだな。そして全部削除。てー。くそ。あはは。ごめんごめん。今の全部冗談だから。私もう疲れて何言ってるかわかんない。ログアウトしろよ。ログアウトー。おお。とりあえず無事一日が終わった。とりあえずイラストは暗闇の中のメイちゃんだけど、はい。